マックス・カバンヌは、フランスのバンドデシネ作家、イラストレーター。バンドデシネ作家となる前は、陶芸家として活躍しており、後にディズニーでポストカードを制作するアーティストとして働いた。1972年より、漫画雑誌、ルコール、続いて、ピロットに漫画作品を発表。1975年より、パラレルワールドを題材にしたシリーズ、アルムラデを、 トゥッス、ブーラン、後に掲載詞をフリュイド・グラシアル、月刊シャルリーなどに変えて発表。この作品でカバンヌは自然と動物の偉大な描き手としての才能を表した。1978年からはジャンクロード・フォレストの脚本によるエロティックな作品、ルナールの物語をアシュイーブルにて発表、続いて同様のエロティックな作品を発表した。 1986年から彼自身の少年時代を題材にした自伝的作品、目隠し器を制作し、1989年に発表。同作は日本でも翻訳され、1991年に講談社の漫画雑誌、ミスター・マガジンに掲載された。この頃からカバンヌは色コンテと水彩を用いて描くようになる。1990年に、 アン・グレーム国際漫画祭グランプリを受賞。1996年には、妻のシルビー・イーブラスケと共に、彼女の少女時代の恋愛と葛藤を描いた、浮気の花束を発表した。漫画作品を発表するから、絵本の差し絵など、イラストレーションの仕事も多く手がけている。デビュー初期の作品ではユーモラスなタッチが特徴だったが、目隠し期以降の作品では、 写実的な画風にとって変わられている。時がない限りカバンヌメギティエリー・グロエンスタイン、アスタックス、バーバレラ &CO、ゲシヒテデコミックイム・フランツ・ジション・スプラクロム、ショーモード・エディションズ・ディ・アート、パリ2000。 s232http コロンスラッシュスラッシュ www.tamo.tamo.com スラッシュは o hm a n k a n スラッシュは o hm a n k a n と htm 初めての人のためのバンドデしシネ徹底ガイド152ページありがとうございます